はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございますということで、吉本沖縄住みます芸人の空馬よしきと申します。はじめまして、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、よろしくお願いいたします。今日はですね、実は吉本興業がなんと歌が上手い方、歌が好きな方、どなたでも結構でございます。吉本興業が本格的に、歌の上手い方、好きな方のバックアップをしようということでですね、まあ2011年10月から来年2012年の2月まで、毎週水曜日、オーディションを行っていこうということになっております。毎週水曜日というのはですね、ボーカル部門ということで、歌の上手い方々を、そして歌が好きな方々をピックアップをさせていただいて、毎週、本当に毎週させていただいております。本当に簡単に、オーディションを受けることができるので、よろしくお願いいたします。そして、月のですね、最後の最終木曜日にはバンド部門の第一次審査もさせていただいておりますので、バンドでも大丈夫ですかという方、全然大丈夫です。吉本がバックアップさせていただきたいと思いますんでね、まずは、オーディションを受けていただいて、皆様のその日頃の成果をね、十二分に発揮をしていただければなと思っております。で、詳しいことはですね、こちらに書いてありますが、オープンマイクオーディションというタイトルになっておりますんで、オープンマイクオーディションとカタカナで、検索をしていただいてですね、詳しいところ、内容を見ていただければなと思っております。はい、まずはマンスリーチャンピオンを目指していただいて、月1で、まあ1組、ボーカル部門から1組、そしてバンド部門から、もう1組ということでね、月に2組決定をさせていただいて、そのマンスリーチャンピオンになれば、来年のですね、3月第4回沖縄国際映画祭のステージに立てるということで、さらにそこでグランドチャンピオンを決定して、グランドチャンピオンになった時には県外での活動を吉本がサポートさせていただくということになっております。はい、ぜひ沖縄はね、今暑いよねって吉本が見てくれておりますからね、ぜひ身近になった、吉本興業と、そして沖縄がね、手を結んでいただければ、仲良くなっていただければなと思っております。それでは、次戦他戦と言いませんので、自分は歌がうまいっていうのも OK だし、あの人歌うまかったね、オープンマイクオーディションってよっていうのを紹介してあげていただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、以上、空馬から、皆様への情報、オープンマイクオーディションのお話でした。どうもありがとうございました。来てね、待ってるからね。